平神社古墳は、島根県沖郡沖の島町平にある前方公園墳。島根県指定史跡に指定されている。沖諸島では、最大規模の古墳で、6世紀後半頃の築造と推定される。沖諸島の首都の島後の最大の平野である、八尾平野を一望する位置に築かれた古墳である。首入部南側に平神社が鎮座し、古墳名はこれに由来する。 これまでに発掘調査は実施されていない。噴景は前方五円形で前方部を正方に向ける。噴丘町は約46メートルを測り、沖諸島で確認されている前方後円噴約10基のうちでは最大規模になる。噴丘は二段築成。噴丘表面では、不禁死と見られる河原石や埴輪片が認められている。主体部の埋葬施設は、 横穴式石室で、石室長は8メートルを測る。ただしこの石室は、洞窟にあっているため、石室上半は失われ、副葬品のほとんども失われている。出土品としては、上述の埴輪の保活液、恥器が検出されている。この平神社古墳は、出土埴輪等や石室形態から6世紀後半頃の築造と推定される。 沖の前方公園墳、約10基のうちでは、最後の築造と推測される。古墳域は1969年に、島根県指定史跡に指定された。なお、本古墳の位置する八尾平野では、沖国府、沖国分寺跡、国分アマデラ跡の存在も推定され、一帯は、律令制下に入っても沖国の中心を成した地域になる。古墳の規模は次の通り、 石室画像左上が奥壁、右下が入り口方向。主体部の埋葬施設は横穴式石室で公園部の西寄りに位置し南西方に開口する。現存のものは長さ約8メートル、奥壁幅約2メートルを測るが、天井石を含む石室の上半部分を創出している。石材は自然石と割石からなる。なお、この石室は 公園部中心からずれた位置にあることから東側にも別の石室が存在する可能性が指摘されている。ありがとうございます。